株式会社シグマは日本の工学機器製造企業。神奈川県川崎市麻生区に本社を置く。旧社名はシグマ研究所。一眼レフカメラ用交換レンズが主力でカメラ用レンズメーカーとして認識されているがカメラ本体も製造している。他メーカーが製品を海外生産に移行する中、ほとんどの製品を福島県の合津工場で生産している。 シグマのカメラレンズ製品群デジタルカメラ用台、後継標準ズームや超音波モーター搭載の標準レンズを開発している。多様なレンズを生産するとともに、他のレンズメーカーに先駆けて、超音波モーターに対応したレンズ。35mm フルサイズに対応。大口径単焦点レンズについては、ミラーレスカメラのソニー E マウントと L マウントにも対応。 2012年以降発売されているレンズは、アート、コンテンポラリー、スポーツの3つのカテゴリーに分けられている。アートラインコンテンポラリーラインスポーツラインその他、200から500メートル MF2.8EXDG 販売終了アポマクロ150メートル MF2.8EXDG、HSM シグマ24から70ミリメ、mm、ートル F2.8DG。 DNR とミラーレスカメラに対応したレンズ。35mm フルサイズに対応。アートラインコンテンポラリーライン、カンテンプレディーラインのうち、コンパクト、優れた光学性能、優れたビルドクオリティの3つの特徴を持つ i シリーズが存在する。デジタル一眼レフに対応したレンズ。APS、C サイズ相当の個体接続素子に合わせて設計されており、 より小型、軽量化が図られている。アートラインコンテンポラリーラインその手販売終了、10から20メートル MF4 から 5.6EXDC HSM ミラーレスカメラに対応したレンズ。APS-C サイズ、またはマイクロフォーサーズ相当の個体撮像素子に合わせて設計されており、より小型、軽量化が図られている。 コンテンポラリーライン販売終了一眼レフ用のレンズを転用し作成されたシネマ用レンズ。キャノン EF マウント、ソニー E マウント、PL マウントに対応する。販売終了同社一眼レフ用のレンズをミラーレスカメラで使用するためのコンバーター。AF に対応するだけでなく、絞りの制御、カメラ側の補正機能や手ぶれ補正機構にも対応。同社のレンズを USB ケーブルを介して PC に接続することでレンズファームウェアのアップデートや合唱位置の調整を行うことができるアクセサリー。各マウントに対応。マウントは固定式であるが製造当時は実費で改造修理扱いによる交換も可能であった。K マウント、オリンパス OM マウント、キャノン FD マウント、コニカ AR マウント、ニコンカイマウント、 フジカアックスマウント、ミノルタ MD マウント、コンタックス RTS、ヤシカマウント、M42 マウント、ローライ QBM マウントがあり、また OEM でプラクチカビーマウントのズームレンズを製造していた。ピントリングの回転方向も、各メーカーの純正レンズと同方向になるように右回り、左回りと二通りの回転方向が設定されていた。年現在、 すべて販売終了している。ユニバーサルマウントの M42 マウントを採用。ユニバーサルマウントの K マウントを採用。オートフォーカス化に伴い、独自の SA マウントへ変更。物理的には、K マウントと類似しているが、信号伝達方式や、フランジバックが変更されている。超音波モーター、手ブレ補正機構搭載レンズに対応。交渉では、 視野率100%の機種は存在しないが、SD9 と s d 1 2は、スポーツファインダーが採用され、実際に映る、範囲外の部分も確認できるようになっている。銀塩一眼レフカメラ SD14 デジタル一眼、レフカメラ撮像素子には、光の3原色を1画素で捉えることができる保分、X3 が採用されており、偽色の発生を抑え、 鮮明で正確な色再現であることを歌っている。シグマ SD クアットロレンズマウントは、同社の一眼レフカメラと同じシグマ SA マウントであり、今までのレンズ資産を活かせる。このため、マウント部が長いデザインが特徴。両機種とも2016年の歴史的カメラに選定された。DP1DP1 メリルと DP2 メリル、シグマ DP2 クアットロ撮像素子は、 ナショナルセミコンダクターなどが受注している。株式会社インプレス。交換レンズレビュー。シグマ 105mmF1.4DG HSM アート。シグマシンのボケマスターを女性ポートレートで試す。デジカメウォッチ。2020年4月28日閲覧。株式会社インプレス。シグマ、小型軽量ナボ遠エズーム。 100から 400mmF5 から 6.3DG OS HSM 相性はライトバズーカ回転式ズームながら直進式ズームのような操作が可能。デジカメウォッチ2020年4月28日閲覧株式会社インプレスシグマヤマキ社長ミラーレス用レンズに新しく誕生した i シリーズについて説明光学性能 ビルドクオリティ新しいユーザー体験へのこだわり。デジカメウォッチ、2020年12月4日閲覧。ジャッキー、日本カメラ財団が2016年の歴史的カメラ9機種を選定株式会社インプレス。新製品レビュー、シグマ DP 2クアットロアの保文画質がさらなる高みへ。JPEG 取って出しも進化。デジカメウォッチ、2020年4月28日閲覧。 ありがとうございます。